どうも皆さん、キミ F です。釣りゲーをクスケスということで、レッドバミーというね、フリーゲームですね、やっていきたいと思います。で、ちょっとね、テスト配信的に、やっていく感じになりますので、もしかしたら不具合あるかもしれません。ご了承くださいということで、フリーゲームなんですけど、こんな感じでね、コミック的にコマが出てくるんですね。I have no choice と、もう選択がないと追い詰められてますね。サモンヒム、彼を召喚すると。デクララスっていうのは何なんでしょうね。ですね、早速ね、このゲームね、たまにキー聞かなくなるんですけど、聞かなくなりましたね。ちょっと待ってください。これでノーでいける？いけないね。すいません、少々お待ちください。まあいいや、最初からなんで、これでイエスで、少々お待ちくださいね。これでいいや、これもテストだ、ついでに。このまま始めていけるかな。いけるんだったらそれでいいんだけど、テストプレイやってる時もね、あったんですよね。まあフリーのインディーズゲームなんで、フリーじゃなかったかな、もしかしたらインディーズで器具募ってるやつかもしれませんけど、これで、いや、ここから映ったら、オープニングから映るから、映ってないっぽいな。あ、映ってるな。いけるいける。レッドマミーって、こういうオープニングがあったんですね。はい。で、さっきのところにも、すぐさっきのシーンなんで。はい。はい。はい。これでもある程度進んだところでこれが起きると嫌だな。もしそうなったらということで出てきましたと。彼が主人公ですね。一応テスト的にはなんとかなってるんで、このまま続けてやりますが、いいマストチューズ選べと、まあ、縛られてる人がいると。Z で飛べて X で攻撃ができると。で、進み方が、進みようがないのかな。殺すしかないのかな。殺すか。はいはい、とりあえず今のところこのゲーム由来の不具合はあっても、ゲームじゃなくて配信自体の不具合はないんで、いけるかな。モータクラス打つと、これがよくわからないんだよね。見方がわからない。でも主人公はレッドマミーさんなら確かなんで、はい、出てきましたよと。ハンド&フィートと、あーゴーン、まあ手と足がないと完全な姿じゃないですもんね。で、またコマが出ましたね。ここの扉だな、これは。鍵が閉まってる的な話か。
とりあえずジャンプはできるけど手がないからか攻撃ができないですね。まださっきはできたんですけどセーブはできないと思うんですけど、どれぐらいの長さなのかもわからん。なんかいるスパイダーエイプ、スパイダーエイプ、そういう生き物ですか。あでも HP とかはないのかな。よし悲しそうな顔してんなあいつ。はい、でこうか、こう違うな。あなるほどね、マミーだからていうかほぼ包帯しかないんじゃないかこの人。中身がないんじゃないか、ミイラ部分がないんじゃないか。こんなことできるんだったら、ああ言ってる言ってる。ああなんか舌は熱そうだな。はい、さすがに包帯だから燃えたらまずいだろ。でどうもマッドさん。ですね、今のところストーリーがまだわからないですね。彼は復活したばっかりで、でいずれ復讐かなんかわからないですけど、人を殺すために召喚されるのはわかってるんですけど、とりあえず手足を奪われてるのでそれを回収するのが目的だと思います。痛いけど死ぬことはないのか。怖いな。よし、飛べないよな。この上にギリジャンとかそういう話か。見入られてミイラになってるとしたらね、そんなね、ミイラ取りがミイラみたいな話になったら、そんなミイラにね、ミイラはありませんからね。あ、こっちか普通に。あ、手じゃないか。マイハンズって言って喜んでる。はい、眼帯してるんですよこの人。よし叩ける。これでスパイダーエイプを叩けって話かな。ちょっとだけあれですね、メトロイドバニア系の感じがしますね。めっちゃそんなバカなって顔してるけどスパイダーエイプが。あだと思ったよ、なんか怪しいと思った。でもこっからどうするんだ、わからないぞ。こう違うな。でもこれを行かないとわからないよ。行かないとわからないだって、なんか行かないとダメっぽいな。これは やっぱ叩かないとダメか。こうこうこういうことか。すごい颯爽と飛び移ってる姿が描かれてますけど、見えないよ。あ、見えないところを進めってことか。あー、オッケーオッケーオッケー、はいはいはい。この辺はメトロイドっぽいですよね。わからない。あ、こっちには来れた。でこうか。はい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 。ボタンジャンプと攻撃しかないはずなんでね、これ気になる。
後で来るのかな。それでこういうのをできるようにしてるのはなかなか工夫がされてますね。ホーテマビルの女の子のモンスターゴーイやつですかね。具体的に思いつかん俺は。包帯まみれ、あでもマットさんがやってらっしゃるゲームも本当に古いあれですからね、古い パソコンのゲームとかやってらっしゃるから俺はやったことないやつかもしれんな。壊せんじゃないこれ。壊せないか。上か下かって話っぽいな。あーちょっと待ってくれ、そんなに落ちると思ってなかった。あでもこれスタートかな、ここあジャンプできるわ。これスタートじゃないか。あーそのあれですね、お代官様が帯をこうほどくような感じでね、ミイラの胸元をほどいてるんですね。これ鍵だな、鍵がいるのか。扉が2つあるの今のところ、入り口のすぐ左にあったところとそこと。はいはい、あっち側にも行けそうだけど、とりあえずこっち側かな。I hate coming here。 あんま好きじゃないの。敵か？幽霊だな。見てる。なんだ？あ、さっき殺したやつだこいつ。じゃあ過去の話かあれは。あ、鍵だ。どういう話なんだ。じゃあ話が見えないな。召喚されてやるしかなかったのかこいつのこと。とりあえずあれは過去の話だな。よく見たらバンクって書いてあるな、ここに。とりあえずこれがあるからこれを使おう。いけなかった。うわーボスっぽいのがいる。フランケンシュタインの怪物みたいだ。うわ足が速い。バンクってなっててあれはお金か。なんだこれ、ちょっと待って、危ないじゃないかこれ。ちょっと待って、 触って死なないのどうすればいいんだ。戦えばいいのか。リングがある、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、危ないんじゃないか。リングがあるから、これ使えって話なんだろうけど、飛び越えろってことかな、それとも。そうですね、ま、でもあれは、俺、ちょっと待って。あ、よかった、よかった、ゲームオーバーはない。マトさんのあれ、楽しみにしてますけどね。ここでじっとしてた方がいいんじゃないか。叩いてどうこうなる感じじゃないんだよな。頭ですかね。叩いてみるか頭。あーあんまり手応えがないな。やっぱ飛び越えて向こう側に行ってみよう。もしかしたらマリオのクッパ方式で向こう側に倒すためのスイッチがあるかもしれない。これじっとしてたら大丈夫。ダメだったー。いけない。でもフランケンに当たっても大丈夫ですね。お金に当たったら消滅するけど、悪いね、何度も殺させてしまって。ここに行ったら大丈夫かな。大丈夫だな。あ、頂点まで来れた。あ、この後ろじゃないかな、これじゃないかな。
あ、これだ。よしよしよし。で、あ、もう一回。難しいな。よし。あ、この下のドルマークが HP だな、あいつの。フランケン、これフランケンって紙幣なんですか。こいつが発行してるのか。じゃあでもこいつが発行してるぐらいやってそうな感じだな。どういう世界観なのか分かんないけど、さっぱり。もうちょっと後ろに下がってほしいな。よっしゃー。ちょっとあれ、ここはまずい。これあんまり死にすぎたらバッドエンドとかのデメリットあるかな。とりあえずやるしかないか。よし、あと一発。ここで大丈夫？大丈夫そうだな。よし。あ、足だ。お前が持ってたのか。よし、完全体だ。ジャンプ力が上がってたりするのかな。今なんか変な扉出したな。まあいいや。これで、あと行ってないのは、一回下降りてみるか。ああ、やっぱここ棺のとこだよな。ああ、そういうのありますよね。ボスの隙をつけるゲーム。これなんかベルの形してるから、これ持ってこいってことなのかな。ここに乗れる？乗れるわけじゃない。あれですね、ヨッシーアイランドとかありましたね。ボスを一発で殺せるとか。これどう、これ何なんだろう。ん？これ特殊なことしてるな、これ多分。どういうタイミングでやってんだこれ。あ、二段ジャンプか。二段ジャンプできるようになったのか。あ、もう完全にメトロイドじゃん、このジャンプの仕方。どっちかっつうと悪魔城ドラキュラとか意識しそうなんだけど、メトロイドですねこのゲーム。で、戻るのかな。よく見たらこの地面の中の感じとかもメトロイドですね。ここが気になったけど、これはでも関係ないっぽいな。やっぱ行くのはあっち側っぽいな。上に登りの、こっち側鍵があった方だよな。そうだよな、こっち側にもう一回行くのか。僕はないな。じゃあ待てよ、あそこ行けるな。そうだ、二段ジャンプができるならあそこに行けるぞ。入り口から左手行ったところ。
メトロイド、まあ、メトロも井戸もどっちも近いにありますからね。ここか。このヒントもうちょっと前に出してほしいな。ん？違う、ここ行くためのヒントか。これはこういうことか。難しいです。ちょっと待って、ちょっと待って、わかるんだ、理屈はわかるんだ。この飛び方をしたら多少頂点が上に行くことはわかるんだ。よし。あ、なんだ、服みたいのがあるな。あ、ベルか、これが。はい、これか。いえいえいえ、あれすごい、なんでしょうね、面白いし勉強になりますね、ああいうのは。ゲーム史的な感じで、特に今週末は触れてても、パソコンのゲームでさらに同人ゲームとかわからないんで。なんだあいつは、敵じゃなさそうだ。酔っ払ってるっぽいな。マームって、マームってあれか、マミーのことか、お母さんじゃなくて。お前なんだ、ベンジェンスカフェ。ますます世界観がわからん。なんだこの人たちは。この人がマスター、これ、ああ、はい、で、ああ、そこにつけと、ラフで、ああ、使えたのかいみたいな、大変だったかみたいなことです。ため息、はい、ああ、飲んでる。あ、これで終わり、もしかして。じゃないな、さすがにまだ続くか。あれ、最初の演出だな。ん？違うか。あ、スタッフロールだこれ。なんで宇宙飛行士なんだろうな。フランケンシュタイン、やっぱフランケンシュタインが元ネタですね。あー、酔いつぶれとる。はい、じゃあ終わりました。ということで、まあ、ちょっとテスト配信気味にね、やってたところがあったんで、このゲームは、まあ、配信自体が成功したんで良かったです。どうもお付き合いいただきありがとうございましたって言いたいところだけど、これもこれ以上はいかないな。あ、終わるしかないね。はい、ではお付き合いいただきありがとうございました。終了いたします。はい、ありがとうございました、マットさん。